えー、まあもう本当に、誰もが知る、えー、まあ戦国武将、織田信長と、えー、まあ謎に包まれたその性質、奥さんですね、脳姫、えー。まあ別名で貴重っていう風に呼ばれてもいるんですけども、その二人の、えー、夫婦の物語。はい。えー、こちら、東映さん70周年を記念して制作された、 映画なんですけども、えー、この脳姫、織田信長の奥さんを演じてくれたのは、綾瀬はるかさん。はい。まあ彼女とは3度目のお仕事なんですけども、2011年の、えー、ドラマ南極大陸っていう作品で、えー、一緒になって、まあその前に、ミスターブレインっていう作品でもご一緒してたんですけども、えー、まあ12年ぶりの 共演になりましたね。はい。そして、えー、監督は映画、ルローニケンシンだったり、あと、NHK のドラマ、リョーマデンとかを手掛けた、大友啓史さん。そして、えー、脚本の方は、コンフィデンスマン JP シリーズの小沢亮太さんなんですけども。まあ、あのー、以前、 一度ですね、僕自身1998年の TBS のドラマ、織田信長天下を取ったバカという、はい、あの、こちらの方で、信長役を、当時僕25歳だったのかなその時にやらせてもらいましたね。そして、ま、今回、今現在49歳で、もう一度やらせてもらうことになったんですけども、 だ今話せる範囲でエピソードがあればって言っても本当に繋がってみないとわからない部分もすごく多いし、あとね、ここはまあ監督の大友さんだったり、脚本の小沢さんだったり、相当なるほどなっていう素敵な、はい。素敵な、今まで多分どなたもご覧になったことがないような、 あの、エッセンスを付け加えてくださっているので、それがね、見てくださった人たちにどう楽しんでいただけるかなっていうのはすっごい楽しみですね。うん。まあ、あとはエピソードといえば、まあ、あの、本当にその他素敵な出演者の方たちと、えー、現場での作業を させてもらってたんですけど、まだその共演者の皆さんの情報出しっていうのは、まだ先になってしまうので、うん、織田信長をやらせていただいた自分としては、はい、あのー、現場を代表して、スタッフを代表して、はい、胸を張って皆さんにお届けしたいなっていうふうには思っております。もうしばしお待ちあれ。